エクソソームっていつ頃こう発見されたんですか？もう20年ぐらい前に赤血球からソームが出るらしいということが言われたことがあるんですけど、2007年に別の研究者が、がん細胞が積極的にそういうカリを出して、それが周りの血管とかそういう細胞にそのシグナルが入って、でがん細胞の生存にとって有利にがん細胞を持っていくためのシグナル、つまり細胞と細胞がクロストークするということを初めて明確に言ったんですよね。そうなんだ。だからそれにまだ2000、がん細胞のそのエクソソームが割とその講師というかだったんですね。そうです。いや、意外と新しいんだなってそう思っです。新て。しい。2007年から注目されて、そうすると研究者は、がん細胞でも普通の細胞でも出すんじゃないかと調べたら、ほとんどありとあらゆる細胞は何らかのエクソソームを分泌して、お互いに細胞間の情報交換をやってると。なんかウイルスみたいな感じですね。まあそうですね。ウイルスのちっちゃいやつみたいな感じですよね。DNA っていう物質は古くから調べてますけど、最初はみんなタンパク質をコードするための設計図というふうに注目したんですよね。だからこのやっぱり10年か15年の中に、もっと短い RNA で、とてもタンパク質をコードする長さじゃないんだけど、それが大量にいろんな種類出てて、それがまた別の細胞に入ると、どっかの RNA を抑えたり、どっかの RNA を活性化させたり。促進させたって、そういうシグナルとしての重要性っていうのに。だそういうとこから、伝わりますよね、エクソ大ソームね。変でしたよね。だからそこからエピジェネティックスっていう分野が出てきて、要は、DNA にコードされてる基地の、そのタンパク質をコードするための物質じゃないところに、大量の何かがあって、もうなんかダークマターみたいな話ですよね。いや、実際そうですよね。最近は、例えば植物でも、エクソゾーンも作るってことを分かってまして。まあ、でもそうでしょうね。で、植物ってお互いにまた最近クロストークって、木と土壌を通してね、根っこリでレーションをしてる繋がっなくて。ても、いろんな情報をやり取りしてるとかって、すごいこともどんどん分かってるじゃないですか。少なくとも自分の体の中では、がん細胞も含め、いろんな細胞がクロストークをして、そのシグナルを送り合ってるというものの中で、やはりその脂肪幹細胞、まあ、間葉系幹細胞っていうところが、まあ、やっぱり20年ぐらい前から注目をされていて、その間葉系幹細胞も、まあ、エクソソームも結構大量に出してるっていうのが分かってきたってことですね。このエクソソーム自体を使ってあげれば、組織修復のシグナル出せるんじゃないかっていうのが、このエクソソームが今すごいですね。発展してきてる。でもまだあれなんですか、要は今って、例えば、まあ、若い女性のその脂肪吸引した脂肪が原料なわけですよね。まあよく言う、若い男性のは使わないんですかとか言われたんだけど、いや、男性はあんまり皮下脂肪ないっていう、そん脂肪吸引のね、ニーズもまああんまりないの数がね、圧倒的に材料が取多いのれる。で、結局その選ぶ脂肪細胞の、幹細胞の大元の細胞によって、そのエクソソームの質も変わってくるわけですよ。なんでお年寄りのものと若いものだと若い方がいいわけだし、同じ若い人でも、人によってすごく個人差があって、その中から一番いい細胞を選んでくるっていう、ソーティングっていうのがすごい重要で、で、同じその人の脂肪なの幹細胞でもばらつきがあって、分裂のがすごい早いやつと、遅い、あんまり働かない幹細胞っていうのがいて、その中から本当に分裂の早いものを抽出してくる。あれ、だから、よく、自分の幹細胞を取り出して、培養して、体の中に入れてる人いますけど、おっさんの幹細胞って、そこまで効かないんじゃないですか、多分。可能性はあります。昔は幹細胞って年寄りでも全部同じように働くっていうふうに考えられてたんだけど、最近はやっぱり若い人の幹細胞の方がより当たり前なんですけど、生きがいいっていうかね、分裂能も高くてっていう傾向はあります。その中でも、いいものと悪いものはあるんだけど、まあ、そもそも幹細胞自体がその臨床的に意味があるっていうのではなくて、幹細胞から出てるメッセージの方が臨床的には大事だよっていうふうに変わってきとているわことがけ分かってできたんですすよね、最近。それがエクソソームでも同じか、さらにいいというふうになれば、製品化して、保存して必要な時に取り出して使える。まして他人のものでも、実際間葉系の幹細胞は私とかあなたっていう違いがほとんどないんですよ、エクソソーム。そうなんで、です出る細胞によっては、そういうやつの組織的合抗原っていうんですけど、そういうのが出てるやつもあるんですけど、間葉系の幹細胞の場合はないんですね。だから、人を超えて使えるんですよ。だから、ものすごくその治療に用いるための、利便性っていうのは飛躍的に上がるってことが想定されます。ちょっと原理的に、中に入ってるマイクロ RNA
mRNA の、その、塩基配列とかってわかるんじゃないですか？うん、うち、すべて調べられるとは言いませんが、だいたい100種類ぐらいは今、調べることができます。どんなものがどれぐらい入ってるかって、うちの、研究開発のチームも、定期的にやってます。エキソソームの中って、その脂質二重膜にマイクロ RNA が1本入ってるみたいな。いやいや、たくさん入ってます。たくさん入ってんね。いろんな種類が100種類ぐらい入ってるんですよ。あ、1個のエキソソームの中に、マイクロ RNA が100種類とか入ってるわけだ。そうなんですね。だから複雑なんですよね。だからその中で、その、ある特定の、機能が分かってる、スモール RNA があるかどうかってことを調べることはできますけど、漢方のようにバランスで効いてる可能性もあるんで。あ、確かに。となると、確かに。単品では効かない。単品では効かないけど、複数あってそのバランスで効くってなってくると、じゃあどことどこを見ればいいかっていうのは、まだまだこれからの問題なんですよね。その100本の、もののうち、どのぐらい機能が分かってるんですか、何個ぐらい？ 20% ぐらいですかね。20% は機能分かっている。まあ、なんか、あれみたいな話ですね。腸内細菌みたいな話ですよね。そうですね。腸内細菌も、そのなんか、ビフィズス菌みたいな、なんか、善玉菌みたいなものを分かってるけど、なんか、うんこを調べるベンチャーがで、僕そこの人と対談したことあるんですけど、まあ、10% から 20% ぐらいしかまだ分かってないんですよ。分かってないですし、腸内細菌の部分、のほとんどは培養できないんですよ。つまり取り出すことで培養して増やして取り出せば、この こいつは何してるかって分かるんだけど、培養できない、培養って培地って人間が作ったもので、生態から離すと死んじゃうってことですね。そうです、だからですね、それを調べるのは難しいんですけど、でも多様性はどこまであるかっていうことをある程度調べることはできます。で、多様性はあった方がいいんですよ。はい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 。じゃあ出てくるエクソソームの中にも、じゃあエクソソーム1万個出しましたみたいな時にも、全部中が違ってんですか？それは多分同じ細胞から出てるやつだと、集めて解析すると大体一定のバンドが出てきますので、一個一個全部また違うっていうことは多分ないと思います。もちろん細胞なので、その細胞が、増殖期にあるときとそうじゃないときに出すエクソソームが同じ細胞でも多少色合いが変わるということはありますけど、今、便宜的には、一つの細胞から出てくるエクソソームは同じ種類だというふうに。よくほら、なんか、うんこの移植をやる人たちがいるじゃないですか。はい、あれもだから腸内細菌層を移植してるようなもんですよね。だからなんとなく、腸内環境がいい人の、腸内細菌層は割といいから移植してもいいよね、みたいな感じですね。実際に潰瘍性大腸炎とかそういう慢性の腸の病気の人に、正常人の便を、まあ、下の方から移植すると、ちゃんと治ります、ね。なるほど。素晴らしいです。で、それもだからどの菌の何が効いてるかって分かんないんですけど、別に、でも結果オーライってわけじゃなくて、医療っていうのはまあまあ結果オーライですよね。そういう、昔の、化合物で、特定の化合物が何かに効いてっていう、ピンポイントした方がサイエンス的には綺麗なんですけど、そうじゃない分野もあるっていうことを前提に立てば、結構ありますよね。そういう、混合物でいいじゃないと、安全で、そうだそうだ。だって、ジョフクでね、うちの会社で一番最初に出したサプリはグリチルリシン酸ですからね。それもなんで効いてるかね、長年分かってなくて、すべての漢方薬に含まれて、肝臓です。ですね。甘い草と書いて肝臓なんですけど。そうも、だからそういう意味では漢方にちょっと近い考え方で、特定の分子じゃなくて、その複合体なので中に入ってる。はい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 。なるほどね。それがいい複合体なのかどうかっていうのが元の細胞によって変わってくるわけですよね。癌細胞のエクソンだと、まあ、要はあれですよね。血管申請したりとか。なんか、転移先をこう作るために、エクソソーム出してるね。転移先の関係を整備のため。それが行き渡っちゃうと、転移が起こるので、それを抑制すれば、もしかしたら癌ってもうローカルだけの疾患になるんじゃないかっていうのが、この間論文出てました。そしたらすごいもうトラスティックチェンジですよね、癌の治療。なるほどね。まあ、元の細胞の選定ってのはすごい重要で、まあ何でもエクソームって何でもいいわけじゃなくて、本当にそのいいエクソームを出す細胞っていうのを見つけるっていうのがすごい重要。そこが今、我が社のセルソース社で、今力を入れて開発の一つのテーマなんですけど。創薬になると、そのいい細胞がたまたま取れた細胞だと次作れないじゃないですか、次のロット。はい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 。なんでこれを不死化するとかっていうね、技術がまた。何する？不死化って言って、まあ要するにクローンでずっと永遠に。ああ、はい。同じもの。いい細胞株を残しますみたいな。そうです。それをどうやって安定して、まあ株化する？株化っていうのはずっと培養し続けられる。今の
汎用系の幹細胞。まあ、あれですよね。がんのヒーラー細胞みたいなもの、ね。そうですね。まあ、がん化するわけないんですけど、そういうものをなんとか取れないかとか、はい、そもそもどういう人、若い、例えば女性でも、どういう人を選んで。確かに。スーパーウーマンみたいな人いるかもしれない、ね。確かに。いや、顔つきとか体つきでは選べないんで、ちょっと培養してみて、培養してみて、早い時期に、これはいい悪いっていうのを判断できないかとかですね。今、そういうのやってますね、セルソースとしてはね。選択をの、あれを今、いろいろトライアンドエラーでやってます。今、本当、その、最初の培養してみないと分かんないんだけど、うん、培養する前の細胞の形を AI で学習させて、はいはいはい、それで学習させたら、あらかじめこの細胞は割と、うん、いいエクソン出すとかっていうのが。なるほど、なるほど。スコアリングできますよね。解析できるようになってます、うん。画像解析で。ね、なるほど。面白いですね。AI もすごいですからね、進化が、うん。そうですね。この間ね、タンパク質の構造でできるというか、はいはい、AI の研究が、ね、そうそう、なんだっけ、フォルダー、なんちゃら。うん。うん、会社では NVIDIA っていうアメリカの IT 系の会社が、それを製品化して、出しましたね。うん、いや、すごいですよね。あれで、今までね、創薬も変わるかもしれないですよね。創薬のプロセスはかなり、合理的な短期にできる時代が、すべてのプロセスが合理化できるわけじゃないんですけど、うん、今までトライアンドエラーでやった分野がかなり促進される可能性ありますね、うん。そうですよね。だんだんこう、パンドラの箱が開いてきましたね、みたいな。そうですね。ここに来て、そういう意味では、パンドラの箱っていう中で我々がやっぱり注目しているのはですね、はい、いわゆる抗老化なんですよね。はいはいはい、要するに幹細胞を活性化することによって、うん、我々の年齢でも、20代の幹細胞にもし、ある程度活性化の結果戻るとしたら、すべてが20代になるとは言いませんが、例えば筋肉とか骨とか、肝臓とか、そういうのがある程度若返っていく可能性は十分あると思ってるんですよ、ね。そうですね。まあなんかその炎症性のマクロファージとかのお話がありましたよね。うん、ね、はい、やっぱ年取ってくると、その炎症を引き起こすマクロファージとか増えてくるんですよ、ね。そうです。それで、まあやっぱり一番老化で効いてくるのって血管じゃないですか。はい、だ血管が傷んでくる。まあ、要は、その炎症を起こして。動脈硬化も炎症なんで、ね。炎症を起こして石灰化する。みたいな感じですよね。はい、だから、大変らしいですね。人工透析の人とかの。血管とか、刺さらないって言いますよね。はい。繊維化してたり。うん。いや、今年だから、エクソソーム元年になるんじゃないかなと。そうですね。少しずつなんか知られてきてるというか、ね、幹細胞の次に、まあ次にというか、まあ幹細胞に関連してるわけですけど、じゃあ幹細胞ダメでしたっていうのがもうだいぶみんな分かってきたので、次はやっぱもうエクソソームだよねっていう、元年になりそうですね。でも僕その、やっと分かりました。つまりその、エクソソームの中にいっぱい入ってるとあれねえが、で、どのように相互作用して、全体のね、経営を作り出してるのかってまだまだ未解明なところが多いわけですね。ええ、でも細胞って賢いんで無駄なことはしないんですよ、生物の細胞って。はい、だから幹細胞が出すシグナルって、何かしてほしいから出てるはずなんで、それは多分周りにある幹細胞を活性化する、あるいは周りにある細胞に働きかけて、抗炎症の方に持っていこうとするという、最近、意図があるんですね。っていうのは、その、幹細胞が出す、まあ、エクソソームのシグナルが、そのマクロファージっていう、まあ、免疫系の細胞に働きかけて、さっきの抗炎症性のマクロファージに変えるんですね、マクロファージは。はいはいはい。なんで、そこのシグナルが一部、マイクロ RNA が、そのマクロファージの中に入って、そのメッセンジャー RNA 変えて、出すタンパク質を変えていくっていうね、そういう働きしてるってことがあって、司令塔が、幹細胞が司令塔で、マクロファージをコントロールしてるんだけど、それをつなぐシグナルがエクソソームだっていうことになってきたんですよね。まあ要はバグったマクロファージを正常に戻すっていうことですか。まあそれも役割があるんでしょうけど、例えば細菌を殺すために必要なマクロファージっていうのがあって、炎症を起こさなきゃいけないんですね。はい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 、で逆にそれが収まると今度は組織を修復するっていうマクロファージ優位に転換しなきゃいけないんだけど、これのシグナルをエクソソームが出してるわけですよ、ね。なるほど。そうすると細胞自体の性質が変わってくるわけですよね。はい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 。なんで老化って一つの体の慢性炎症がずっと持続してる状態なんで、M1 っていうマクロファージが優位になってるんですよ、体が。はいはいはい、はい。若い人に比べて。なるほど、なるほど。で、それに対して、そういうエクソソームを作用させると、M2 っていうマクロファージ、抗炎症性のマクロファージに切り替わるんで、ね、その老化の炎症を抑えて、まあ、組織を若く保つっていうかね、修復する。まあでも、そう考えると、その、まあ、人間及び、その、老化をして最後死に至る動物っていうのは、その、自分の DNA を、その、変異させて、まあ、確率的に優位に働くように、まあ、個体を殺していくっていう、まあ、個体は死に至るっていうようなシステムって動いてたわけですよね、これまでは。うん、死んでいかないとね。その死んでいかないと、新しい、その、ね、遺伝子変異が起こって優位に立てないから、うん、
で、実際に日本の東大のグループが2年前に出した画期的な論文があって、はい、まあ、動物の実験なんですけど、ある薬剤を使って、体の中にある何パーセントかある老化してる細胞だけを潰すっていう薬があるんですよね。それで潰してやると、若い細胞がそこを埋めようとしますよね。はい、従って細胞の平均値の年齢は下がるんです。はいはいはい、個体の、はい。従って結果的に、筋肉の動きとかそういうのが良くなったっていう論文があるんですよね。抗がん剤ですよね。うん、あれは、グルタチオン系の高速のパスウェイをブロックする薬なんですけど、まあ、いずれにしても、だから老化してる細胞はどんどん早く、いなくなった方がいいんですよ。まあ、アンチエイジングの考え方が、その、寿命を、年齢をね、100歳を200歳にするっていうアンチエイジングもあれば、目指すのがね、100歳を健康な状態で最後まで機能させて、死ぬっていう、どっちかってこっちの方を、目指していくの、医療っていうのをね、僕ら考えてるんですけど、全うできると。健康寿命ですね。なるほど。それを、なんか、結果的にはそれが長生きにつながるかもしれないけど、なんか、長く生きることが本当に生物にとっていいかどうか、今の話で必ずそういう変異していきながら進化していくわけだから、まあでも人間の場合は基本的にはその生物学的な進化ってもう必要なくなってるじゃないですか、他のね、生物を圧倒しちゃってるので、優位に他の生物の上に立つ必要はなくなった、だしもう要は知的遺伝子、まあ要は文字とかで残せるようになったので、その知をね進化させることができるようになったし、でも AI もできちゃってるんで、僕も結構シンギュラリティ生きてんのかなって思ってるんで、はい、もう考えることすら必要なくなる。確かに。っていうふうに考えると、まあ、社会システム的には、その、老化は必要ないのかなと思いますけどね。っていうところまで来てるかなと。まあ、そうです。まあ、こういうこと言うとちょっと、あれかもしれません。社会的に見ても、老化の進んでる細胞とか人とかっていうのは、なるべく本当に早く、死ねとは言いません。成田先生じゃないですか。リタイアしてもらった方が、社会の活性化にはつながるんですよ。確かに。それって日本が明治維新で経験したのと全く同じですか。はいはいはい、はい、ね。若返りですね。そうです。はい。確かに。いや、だから個体としても、まあ、だから、すごいところまで来てますね。じゃあもうみんなそんなところまで分かっちゃってどうすんのみたいな話ですね。いやいや、まだまだこれからはまだ、ね、先生、さっきのちょっとお話に戻るんですけど、その老化したエクソソームとその老化してない幹細胞から出たエクソソームっていうのは、その100個の中身の組み合わせが違うっていうこと。多分そうだと思います。実際に、論文で、老化してる細胞から出たエクソソームを、はい、若い細胞の方 に入れると、はい、こっちの老化が進むんですよ。で逆に若い細胞から出たエクソソームを、老化してる細胞の培養の方に入れると、それが若返るんです。なので、幹細胞自体も、年取ってる幹細胞と若い幹細胞同じ人、同じ人のものでもあるんだけど、一緒に培養しちゃうと、平均化しちゃって、あまりいい細胞な、エクソソームができないんですよ。なるほど。その中のエリート細胞っていうのが、まあ、2万個に1個ぐらいあるんですけど、それを見つけて、それだけで培養してあげると、いいエクソソームが、抗炎症細胞から強いエクソソームができるってことが分かってますね。なんで、それを見つけていくっていうのはすごい重要かなと思ってますね。すごいことになってますね。いや、面白いですよ。エクソソームを、こう、区別するのってすごい難しいんですよね。カウントするのも難しいですし、どれがどのエクソソームかっていうのを。だから、世の中にエクソソームっていう製品がたくさん出回ってますけど、はい、どこまできちっと品質管理をしたものかどうかっていうのは、玉石混交なんで。培養する媒体の中にもエクソソームと同じような大きさのものがあるから、はい、フィルタリングかけても大きさでやっちゃったら、はい、そういうものも全部混じっちゃうんですよね。でカウントすると粒子いっぱい入ってるんで、表面マーク測ってみるとエクソソームじゃないっていうものがいっぱい世の中に出回ってるんで。確かに。それ、最終的にはガスクロマトグラフィーとかで見るんですか、それとも PCR で。うちはエクソソームに特異的な細胞膜にバウンドしてるタンパク質があるんで、それを膜タンパク質抗体で染めてセルソートアっていうのでやると、何パーセントが本当にエクソソームかって分かります。なるほど、はい、特異的な膜タンパク質があるわけです。あります。なんでエクソソームは本当シグナルなんで、まあ、がんなんかは良くないシグナル出すわけですよね、体にって、はい、だからそのいいシグナルを出すエクソソームを使わないと、なんかエクソソームが入ってるっていうだけで全部いいっていうふうに思ってると、ちょっとそれは違うなっていう。それはな、NML の時と一緒だよね。そうですね。NML もブームになって、で、みんなよく分かってないから、でもガスクロマトグラフィーとかで見ると、全然入ってねえじゃん、これとかっていう製品もあったりするんだよね。しかもなんか、どこに出しても、この成分が何だか分かりませんみたいなのが、ちょっとピークあったりする
ていう製品もいくつかあって、うん、あもう怖いからそんな絶対飲めないよねっていうので、うん、まあ二人でちょっとナチュラルなやつ作ろうと、はい、あとね製品管理もちゃんとされてないんですよね、うん、あの冷暗所で保管しないと割とこう、うん、NMN って壊れやすいんで、そうそう、なんか黄色くなってカチカチになってた。そう。でも、なんか原料が安く作れるようになったから、原料をなんか安く売る業者とかが出てきて。うん、でもそれはどのビジネスでも、ね、ちゃんと真面目に作ってって言って、品質担保するっていうとこと、うん、そうじゃないとこって消費者から見ると、分かりにくいんで。確かにそう。短期間でもいいから安く抜けて大儲けしようっていう人が世の中にたくさんいるから。いや、まあ、だから僕たちも怖いんで、自分たちが、もうトレーサビリティ完璧にここは、安心できる会社から買わないとダメだなって僕も思います。和牛のビジネスもそうです。そうです今一応国の機関 A メドとか国の機関もあとエクソドームがもし薬になるとしたら、うん、どういうポイントをちゃんと抑えなきゃいけないかっていうのは今検討中なんですよね。うん、一応中間報告ですけど、うん、例えば最低限これとさっき言ったセルスウォーターでエクソドームの数だけはきちっと把握してくださいとか。はいはいはい、この機械でカウントしたものしか信頼性がないですよとか。その培養するときに、うん、まあ、農薬と一緒で、うん、いろんなものを入れるわけですよ。はいはいはい、まあ、いわゆる化学肥料みたいな。培養するときに、はいはいはい、その成長が良くなるための因子とかを入れるんだけど、うん、それが今度エクソームを作るときに一緒に入ってきちゃって、うん、細胞醸成液って一緒に入ってるものなんですよ、うんうん。だから細胞醸成液そのものを使っちゃうと、そういう、本来は体に入っちゃ良くないものを一緒に入っちゃう恐れがあるんで、うん、そこの培地自体もすごくエクソームの専用のものを作らないと心配だっていうことですよね。うんうん、まあ確かにそうですよね。ちょっと懸念事項として、うんうん、今後その未知の感染症をどう排除して医薬品にするかっていうハードルがあると思うんですけど、うん、その辺ってエクソソームはどういうふうに皆さん考えられる？うちは通常にチェックをする、大体 4,5 種類、肝炎ウイルスだとか。まあ献血とかの時にスクリーニングするやつですね。スクリーニングしたやつはスクリーニングをして、うん、そういうウイルスがないっていう人から細胞をいただいて製造をしますけど、未知なものも含めて全てそれで把握できるかと言われれば、うん、未知なんですから分からないとしか言えないですね、うんうんうん、まあ実際そうですよね。40年前とかは肝炎ウイルスとか、まあ、HIV とかもそうですけど分からなかったわけですもんね、うん、まあ最近だから厚労省からPMDA かな、うん、の指針の中にはこういう検査を受けてください、してくださいっていうのが指針が出てるんで、うん、それに沿って作るってことになると思うんですけど、ね。だってね、それよりもちっちゃいね、うち海綿体脳症。はいはい。クルグ、はい。クリオン。クロイツフェルト薬物。プリオンですね。プリオンって、要はウイルスよりもちっちゃかったって話じゃないですかね。うん、プリオンってタンパクなんですよね。うん、タンパクが、他のタンパクを遠征させるっていう特殊な機能を持ってるんですけどね。うん、はい、はい。まあ、肝炎幹細胞はプリオンが増える細胞じゃないんで、はい、まあ、そもそももうむちゃくちゃ小さいのをピックアップしてくるわけですよね。もしそのエクソソームだけを完全にきれいに取り出すことができれば、その未知の感染症排除できるんじゃないかと僕は思うんですけど、それはどういう完璧にそこの分割だけきれいに取ってくるっていうのは、はい、多分研究をやってる先生方はたくさんいますけど、はい、実際にはリアリティとかコストとかいろんな問題で、うん、今のところは膜を通してある一定のサイズのものは通るけど、うん、あ、なるほど、っていうそういうことに膜を使って濃縮は大体 10倍濃縮はしますけど、うん、ピュアにエクソームだけ取り出すことはできません。まあ、技術的に難しいです、ね、研究の過程で、はい、今から見ると笑っちゃうのは超遠心ってとにかく分回して、はい、エクソームだけ下に落としてって、はい、それがずっと使われてたんですよ、はい、うん、その4時間も5時間も分回すだけでもすごいエネルギーがかかるんです、うん、それは全然現実的じゃないんでほとんど今は使われてませんけど、はい、ね、なんで最初からもうそういう不純物が入らないようにするっていう上流工程でチェックするしかないんですよね。出来上がった浄水液からエクソームだけで他のものを排除するって分けるのはすごい難しいんで、うんうん、そもそもなんか使ってもいい培地っていうかね。ちょっと話が前後しちゃうんですけど、まあ、そのエクソソームを、まあ、手軽にちょっと臨床応用するっていうか、うん、まあちょっとまだそのエビデンスが、まあ、はっきりしているかどうかわからない段階ですけど、うん、まあちょっと皮膚に塗って、うん、まあどうなるのかっていうのをちょっと僕らの会社でやってみようかなということで、うんうん、ちょっとオールインワンジェルの試作品を作ってみました。